はい、熱狂的サッカーフリークの皆さん、こんばんは。まあ、今日はですね、夜の撮影ということで、こんばんはということでございますけれども、今日はですね、ゴール前のシュートフェイント連携プレーですね、シュートフェイント連携プレー、これについてお伝えしたいと思います。まず4をですね、このように置いてください。そして4組に分かれてください。そのうち1人ずつがフィールドに立ってですね、プレーをしていきます。まずですね、A のポジション、B のポジション、さらに C のポジション、D のポジションですね、このように1人ずつ出てください。まずですね、A が B にパスを出していきます。A はすかさずこちらに走っていきまして、そして B がこちらにリターンパスを出していきます。それから C はですね、こちらの方に入り込んでください。ね、そして A が縦パスを送りますけれども、C はこの後ですね、ね、ここでもしシュートが、ね、できる体勢になりましたら打っても構いません。まあ、ところが、まあ、バックとかですね、あるいは、ここでキーパーが構えてきますので、D がですね、ここに走り込んでいきます、ね。そして C はですね、ここで大きくシュートをする振りをします。振りをしつつ、アウトサイドでこちらに流していきます。そして D が走り込んで、こうですね。もしキッパーが弾くことがありますの です、ね、その弾いたボールを C が全て打ゴールとです、ね、まあ、D がシュートして終わりではなくて、弾くところまで見ておいて弾いた瞬間ゴールですね。あるいは、こっちに弾くときもありますので、こっちに来て狙っても構いませんですね、どっちか予想して、こういう風にやっていきます。まあ、このようなプレーはですね、最初はゆっくりと慣れてきましたらワンタッチ、あるいはツータッチで素早く、ゴール前はスピードが重要ですからですね、スピードの正確さ、これを念頭に置いてプレーしてみてください。練習してみてください。そして、左右逆もですね、当然ですね、練習することが重要です。で、どこか試合で使えるようにしてみて